ドナルド・ウィリアム・ジマーは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の、プロ野球選手、プロ野球監督。ニックネームは、ポパイ、または、ジャーバル。ジマーは1949年から、マイナーリーグでプレーを開始した。その容姿の類似性から彼には有名な漫画の、主人公、ポッパイの愛称が付けられた。有望な内野手として高い評価を受けていたが、 1953年に、投球が頭部を直撃し、頭蓋骨骨折の重傷。2週間以上無意識の状態が続き、この時に、金属プレートで、頭蓋骨を固定する手術を受けた。ドジャースでの現役時代のジマー現役時代に、出演した、ジレットの CM メジャー昇格後は、MLB のブルックリンドジャース、シカゴカブスなどでプレー主に二塁手、三塁手。 遊撃手を務め、1961年には MLB オールスターゲームにも選出された。1966年に東映フライヤーズに入団し、来日。しかし、打率18。182、9本塁打に終わり、同年限りで退団し、帰国。帰国後は、サンディエゴパドレス、ボストンレッドソックス、テキサスレンジャーズ、シカゴカブスで監督を歴任。 パドレス監督時代には日本式練習の特訓を応用したが、わずか2年で不評のまま解任された。1989年にはカブスを地区優勝に導き、ナショナルリーグ最優秀監督に選ばれた。1990年の日米野球ではメジャーリーグ選抜の監督を務めた。1996年から2003年にかけては、 ニューヨークヤンキースのベンチコーチとして、監督の上通りを支え、この時期に6度のアメリカンリーグ制覇と4度のワールドシリーズ制覇を経験する。1999年10月5日、レンジャーズとのアメリカンリーグディビジョンシリーズ第一戦で、チャックノブロックが放ったファウルの打球が顔面を直撃しやごと耳に列傷を追うが、7日の第二戦では、 NY のロゴが入ったグニオーヘルメットをかぶって、ベンチ入りし、周囲の笑いを誘った。その後、MLB のスタジアムでは、ダッグアウトの前に防護ネットが設置されるようになる。2003年10月11日、レッドソックスとのアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ、第3戦で、両チームの乱闘が起こった際、レッドソックスの投手ペドロ・マルティネスのもとへ突進したが、 マルティネスに投げ飛ばされ軽い怪我を負った。翌日にはジマー自身が涙を浮かべながら、謝罪会見を行った。その後、タンパベイレーズのシニアアドバイザーを務めた。2014年4月に、心臓手術を受け、フロリダのリハビリセンターで療養していたが、同年6月4日に死去。83歳没。ジマーのレーズ在籍時に最後につけた背番号、66。 タンパベレーズの永久決板に2015年指定。死後、レーズは、ジマーの功績を称え、2015年3月24日に、ジマーが、レーズ在籍時、かつ最後につけていた背番号、66を永久決板とすることを発表した。1996年以降のジマーの背番号は、プロ入りしてからの野球人生の年数を表しており、 一年ごとに一つ大きくなっている。ただし、ヤンキースコーチ在籍時、チームの主力選手、松井秀樹やかつての主力選手と、背番号が被る場合は配慮しており、続けて、前年と同じ番号を着用していた。ありがとうございます。